FM Palaloon. FM Palaloon. Friday Brand New Cruise.さて時刻は11時17分を回りました。2月7日の金曜日、フライデーブランニュークルーズ、続いては週刊水戸ノート。このコーナーは毎週このスタジオに水戸で活動を活躍している魅力あふれる人をゲストとしてお招きし、活動内容などさまざまな情報を伺っていく15分間です。出演ゲストは毎週水戸の魅力発信家がコーディネート。これまでも幼稚園児から90歳以上の方まで、水戸のキラキラと輝く方々に出演していただきました。さあ今日のゲストは女子大生ですね。もう毎年この時期にはですね、恒例になっておりますコミットフェスティバル実行委員会の方々にお越しいただきました。茨城大学人文社会科学部3年生の小野玲奈さん、田岡真美子さんです。こんにちは。こんにちは。初めましてですね。初めましてです。初めましてですね、はいはい。去年はね、お友達大塚さんというね、あの同じ学部の方も来ていただいたんですけど、今日は、はい、小野さんと大塚さん、お友達ですね。あ、はい、友達です。そうですね、はい。小野さん、田岡さん3年生ということで、あれ今就職活動って私ちょっとよくわからないんですが、いつからこれ就職活動するんですか？そうですね、3年生の3月から解禁なんですけど、3年生3月、あ、来月から。はい。あ、じゃあもういよいよ就職活動です ね、 そうですね。それに向けて今、まあ、いろいろあるわけですよね、インターンとかね。はい。もういろいろ行きたい業界っていうのはもう絞られてるんですね。はい、だんだんと。ああ、そうですか。じゃあもうこのイベントがあって、いよいよ就職活動ということですね。はい、それではですね、小野さん、田岡さんに伺っていきますけれども、じゃあ、コミットフェスティバル今回で8回目、はい、はい。ではまず簡単に概要について田岡さんに話しいただきましょう。はい、はい。コミットフェスティバルは市内で活動する NPO やボランティア団体などが日頃の活動や成果を発表するお祭りです。今年は2月15日土曜日午前10時から午後4時までイオンモール水戸内原の1階メインコート2階イオンホールにおいて開催いたします。昨年まではステージ発表を1階のメインコートで行っていたんですが、今年は初めてステージ発表を2階のイオンホール内で行います。1階のメインコートでは体験コーナーや物販コーナーの出展や NPO やボランティア団体の皆さんの活動を紹介する展示コーナーがあるので、皆さんぜひお越しください。はい、2月15日ということはもう来週の土曜日ですね。はい。場所はもう去年と同じイオンモール水戸内原ということですが、その1階の使い方、2階の使い方がちょっと去年とは違うということですね。はい。あのお二人ともね、去年も参加お手伝いしたんですか？小野さんも田岡さんも。あ、私は今年からメンバーとして入ったんですけど。小野さんは今年から、はいはいはい、田岡は去年もやってました。田岡さん、去年はどうでしたか？去年は初めてで分からないこともいろいろだったんですけど、はい、今年はより頑張っていきたいと思ってます。コミットフェスティバル、コミットはひらがなでコミットですけど、小野さん、はいはいはい、コミットはどういう、まあ、なんとなく想像つきますがコミットの水戸、ミットは水戸ですよね。あ、そうですね。と関わるっていう意味の英語のコミットと、はいはいはい、あと水戸市の水戸を掛け合わせて作った言葉なんですけど、なるほどね。はい、すごく深い意味が込められていて、はいはい、市民とか企業とかも市全体でこう水戸市を元気にしていこうっていう素晴らしい意味が込められてます。市民企業一体になってコミットしていこうということですね。はい。さあそれでは田岡さん、はい、そのイベントの内容、まあ、去年とはまたちょっと違うこともあると思いますので、はい、去年との違いも含めてですね、イベントの内容を教えてください。はい、イベントの内容は大きく分けて4つあります。1つ目は子育て中のお父さんお母さんを中心とした吹奏楽グループの吹奏楽の演奏や、小学生から高校生までのメンバーによる合唱発表など各団体の活動を発表するステージ発表コーナーがあります。はい。2つ目はボランティア活動への参加方法など市民活動に関する相談受付のほか、幅広い団体の活動を紹介する市民活動相談交流コーナーがあります。うん。で、3つ目は使用済みのペットボトルを利用した万華鏡作りや手話体験などができる体験コーナーがあります。はい。で、最後の4つ目が着物や帯などの
古布を利用した手作り作品やフェアトレード商品などの販売を行う物販コーナー、この4つが開催されています。なるほど。ステージコーナー吹奏楽、はい、ね、ダオカさん吹奏楽やってるんですもんね。はい、そうです。子育て中のお父さんお母さんが参加したり、はい、あとは合唱チームがいたりっていうステージコーナー、はい、これがじゃあ1階ですよね。ステージですからね。あ、ステージが昨年までは1階だったんですけど、今年は2階か。今年は2階で開催してます。ボランティア活動もたくさんありますもんね。ボランティアやってみたいと思っても、どんなボランティアがあるかとかね、そこで相談できるということで、はい、ペットボトルなどの体験コーナー、さらには物販コーナーと大きく分けて4つあるということですね、はい、去年との違いというのは、どう、今紹介しなかったんですけれども、はいはいはい、今回初めていいねがつながるパネル展というものを開催します。いいねがつながるパネル展、はい、とは、これは1階で行われるんですけれども、はい、さまざまな団体の活動を、紹介したパネルが1階にたくさん展示してあって、はいはいはい、その中で、あ、いいなって思った活動にいいねシールを、シールを、はい、貼っていただいて、はい、まあ、みんなでいいねをしようっていうやつなんですけど、これをいいねを貼っていただけると、先着200名の方にガチャガチャ抽選会というものの抽選券をお渡しします。はい、貼ると抽選券もらえると、はい、はい、で当たると何が当たったんですか、これ。と当たるとですね、とその物販コーナーで販売しているその団体さんの商品や水戸市のオリジナルグッズがもらえる予定です。そうですか、はい、さあ毎年このコミットフェスティバル今年2020ですけれども、はい、去年がまあ2019第7回目、今日が、ね、はい、8回目なんですけど、これあの参加して、ね、手伝ってくれている茨城大学コミフェスチームというところでやってるんですね。はい、これじゃあもう二人ともその茨城大学コミフェスチームなわけですよね。コミフェスチームで、コミフェスチームについて言いづらい、コミフェスチームについて小野さん教えてください。はい、茨城大学ではプロジェクト演習っていう授業があるんですけど、プロジェクト演習、演習、はい、プロジェクト演習という授業がある、はいはい、その授業の中で、はい、地域に関する課題とかがいろいろ提示されるんですけど、はい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 、その中の一つにこの水戸市役所の市民生活課さんからいただいた、はい、コミフェスを一緒に盛り上げようっていう課題が一つありまして、うんうんうん、私たちコミフェスチームが6人なんですけど、その6人が、あ、このプロジェクトに参加したいっていう思いがこう集まって、はいはい、6人でチームを結成して1年間やってきたっていう感じです。じゃあこれ6人でやってるんです。はい、6人でやってます。何月ぐらいからこれ準備してくるんですか。チーム結成が4月だったんですけど、うんうんうん、そこから、本番の2月15日までずっと、はい、やってますね。そのこういうものにしようとか何にしようとかいろいろ参考にしたりね、いろいろ大変な苦労とかあったと思うんですけど、はい、どうでしょう。そうですね、結構メンバー同士でもこうした方がいいんじゃないかとか、ああした方がいいんじゃないかっていう、結構バチバチになってバチバチになるのバチバチになるんですね。自分の意見をね述べて、はい、いや違う、そうじゃないみたいな感じになったりして、やっぱり良くしたいっていう思いがあって、みんなで頑張ってやってきました。そうです、それがもうついに形になるわけですよね。はい、さあこのねコミットフェスティバル2028回目ということですけれども、まあ、その他に見どころとか、まあ、さっきね大きく分けて4つありましたが、その中で何か絞って、じゃあ小野さんだったらこれがちょっと見どころですよみたいな。うわ、迷いますね。うん、でも個人的に、はい、ステージ発表がすごく気になっていて、はい、2階のイオンホールで行われる。あ、そうです、ね、と私当日このステージ発表コーナーで、はいはい、この司会のお手伝いをさせていただくんですけど、大学の時なんかサークルとかやってたんですか、そういう喋る。あ、はい、と私茨城大学の放送研究会というサークルに入っていて、もうちょっと引退しちゃったんですけど、はいはいはい、その時にこうラジオのお手伝い、ラジオをやったりとか、とステージ運営とかそういったことをやっていたので、ちょっとお手伝いできるのがすごい嬉しいなと思ってて。そうですか。パルルンでやんないじゃん。ちょっと恐れ多いですそうねですか。あ、じゃあそこで司会やるんですね、ステージ発表で、はい、じゃあこれ聞いてる皆さんね、今あの小野さんどんな方かなっていう人はぜひですねイオンモールの2階イオンホール2階でですねステージで司会をしているのが小野玲奈さんです。はい、はい、待ってます。はい、田岡さん、はい、個人的に、はい、と私は個人的に物販コーナーが気になってます。物販コーナーね、はい、と昨年も私
コミットフェスティバルのお手伝いをしたんですけど、はい、その時にケニアの物産品を売っている方がいらっしゃいまして、はい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 、そこにはそのケニアの方々が作った作品がたくさん売っているんですけど、とってもカラフルで、わかる、アフリカ系の色合いって赤とか黄色とかそういうやつですよね、原色的なやつ、はい、それがとっても可愛くって、うん、で私実家でカメを飼ってるんですけどカメの可愛いぬいぐるみがあって、それをもう一目惚れで買いました。あ、買ったんですね、去年はね、はい、今年も何かねいいのが見つかるといいですね、はい、ぜひ。そうですか、物販コーナーはね、ケニア物産品とかね、こうアジアの、手工芸品とか、はい、まあ、さっきおっしゃってた着物、布などの古布を利用した手作り作品たくさんございます。ご紹介しきれないんですが、これちょっと行ってみたいなという方は何かこうホームページや SNS なんかあるんですか？はい、Facebook でも宣伝していますし、はい、私たちのコミフェスチームの公式アカウントが Twitter と Instagram であります、はい、これは何で検索すればコミフェスチームは、アカウント名が、茨城大学コミフェスチームなので、そちらで検索していただければ。わかりました、はい、茨城大学コミフェスのコミがひらがな、フェスがカタカナですね、はい、コミフェスチームで検索していただいたり、ね、皆さんあらかじめ知りたいという方はぜひお願いいたします。では最後に一言、じゃあ田岡さんから。はい、コミットフェスティバル2020は2月15日土曜日午前10時からイオンモール水戸内原で開催いたします。当日の様子を先ほど言った私たちの公式インスタグラムとツイッターで発信しますので、ぜひ来れない方もそちらで情報を見ていただけると嬉しいです。はい、小野さんからは何かありますか？はい、当日待ってます皆さん来てください、はい、福島市出身、今まで一番聞いたアーティストは関ジャニエイトという、ね、はい、小野玲奈さんと、つくば市出身、今まで聞いたアーティストは一番聞いたのは星野源という、田岡真美子さんにお越しいただきました、2月15日土曜日コミットフェスティバル2020は、10時からだいたい4時までですね、イオンモール水戸内原で開催中です。今日はコミットフェスティバル実行委員会、小野さんと田岡さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。 FM パラルーン FM パラルーン Friday Brand New Cruise